どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、こちらランク上げしたい人向けの裏シャラ周回編成バレンタインノア編成紹介していこうと思います。はい、まあ正月のですね、作ってないけどバレンタインノアを取ったりって人もかなり多いと思いますので、今日はそういう人に向けて、バレンタインノアを使った裏シャラの周回編成の方を紹介していければなと思います。早速編成の方紹介していきましょう。まずはリーダーサレーネです。遅延5つつけてもらって、アシストが夜吹き継承ですね。はい、遅延5個に夜吹き継承です。はい、で神結び7強プラス遅延2つ悪魔キラー3突に、こちらトイケラトプスだっけ、なんだっけ、アグドラール継承ですね。アグドラール武器継承です。はい、でからのノアです。スキムに遅延5つつけてあげて、こちら、ほのか武器継承ですね。はい、で枝豆は、閉じ玉で閉じてあげてください。まあ別に9分けでもいいけどね、普通に覚醒8の方が強いです。でノアです。スキムに遅延5つにカラット武器スキルベ1継承です。はい、ノアです。スキブに遅延5つにサレーネ武器スキルベ1継承です。はい、スキルベは低い方がいいです。で上杉です。スキブ遅延5つにこちら、サメの魔人継承って感じになっておりますっていう感じの編成ですね。まあ今日は実際にこちらのねバレンタインノア編成を使って裏シャラ周回していこうと思います。これめちゃめちゃ高速でランク上げ、めちゃめちゃ高速ではないんだけども普通にランク上げできるので、実際に使っていこうと思います。やっていきましょう。さあ1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。ほのか武器使ってあげてからノア打ちます。はい、でこれでずらしていきましょう。はい、こんな感じでワンパンしていきます。この中からのノア B でワンパンで倒していきましょう。さあ2階層です。2階層は初手ゼロコンボ組みます。はい、ゼロコンボ組んであげて1コンボ組んであげて、で0コンボ組みます。はい、そしたらアグドラール使ってあげてリダチェンからのノア使います。はい、でこれでワンパンしていきましょう。はい、でこれで10コンボ組んであげてワンパンしていきます。突破です。でちなみに一応左側に記載してあると思うんですけど、あちなみに3階層はノアの C 使って倒していきます。はい、で基本的にもうこっからはねノアループなんですけど、なんていうの、レシートに記載されていない階層はノアずらすだけで OK です。はい、もうめんどくさいんでレシート書いてません。そう、ややこしくなっちゃうんでね、レシートに記載されてない場所は全部もうノアずらすだけで大丈夫です。はい、で書いてるんだけど、1階層15階層20階層の余裕21、22階層以外は全部ね火をね雑に急こけしして OK です。こんな感じで、でこの火の急こけしをするメリットなんだけども、火の急こけしをしてあげることでタイムを時短できます。はい、なんでこのね指定された階層以外と、あとまあ亀結び使うタイミングとダメージ、コンボ吸収ですねがあるタイミング以外は、基本的にこんな感じで火を急こけしにしていきましょう。こうした方がタイム早いんで、一応理想的にはした方がいいです。はい、ただまあ注意点として、まあ、これをすると脳死周回がやりづらくなるっていうところと、あと下手なところでやっちゃうとやばいんで注意してください。例えばこういう風になっちゃった時にね、これで蝶つなぎ入んなかったりすると怖いので、ルーレットある時とかはもう全然妥協してもいいです。はい、でノアからのノア打って殴っていきましょう。まあ、一応でもできれば時間は早くなるので、まあ、おすすめはおすすめですね、もちろん。はい、これでずらしていきましょう。でワンパンしていきます。さあ続きまして7階層です。7階層もノア打って殴っていきましょう。こういうところももちろん火の急こけして大丈夫です。はい、水の超つなげし火力で勝手に倒せますので、火は急こけして OK です。はい、でこれでワンパンしていきましょう。突破です。続きまして8階層です。ここはノアからの紙結び使います。で、紙結び使ってるタイミングに関しては絶対にずらしです。はい、ちゃんとノアの火力出す必要があるので、こんな感じで必ずこれで倒していきます。はい、紙結び使うタイミングは絶対にちゃんとずらす必要があります。で9階層です。ノア使いましょう。
で、こういうコンボ急所がある階層もずらして OK です。はい、でこれでノア使ってワンパンしていくだけです。まあいちいちね、なんか今ね、火を救国したらとか言ってますけど、なんか別にそんなにコスパ効率めっちゃ求めてない人は全然何も考えずにやってもらっても大丈夫なんで安心してください。あのひたすら全ずらし、なんならひたすら全回数をずらしてる方がこの編成めちゃくちゃストレス少なくて強いんで全然ありです。で、まあアスリートの方々ですね、どうしても時速を求めたい人たちは火の六個消しを意識してください。火の九個消しを意識してあげてください。で、ここも別にね、ノアの向こう貫通あるからノア使うだけです。はい、こうやってワンパンしていくだけ。 OK。 さあ続きまして12階層です。次の階層で紙結びが使える場合に関してはワンパンしていいんですけど、今回使えないんでまず1ターン待ちます。はい、こんな感じで火の急こげししてあげて1ターン耐久ですね。からのノア使ってあげてサメの魔人使いましょう。で、これでワンパンしていきましょう。はい、倒していきます。11コンボです。12、13。さあこれで2パンしていきましょう。 OK。 さあ続きまして13階層です。カラドボルクですね。ここはノアからの紙結び使います。はい、ノア打ってあげて紙結び打ってあげて覚醒無効回復で、からの火のずらしてワンパンしていきます。はい、でしっかりと火の火力で突破していきましょう。倒していきます。はい、で続きまして14階層です。ここもノア使いましょう。これでワンパンしていきます。で、これで倒していきましょう。さあ続きまして15階層です。ここはノア使ってあげてずらしです。はい、もう必ず15階層はずらしてお願いします。はい、で、これでワンパンしていきましょう。 OK。 さあ続きまして16階層です。ここもまず一発ノアずらします。はい、一発ノアずらして超根性まで削り、でからのノアからの紙結びで倒していきます。はい、ノアからの紙結びでずらしてワンパンしていきましょう。ちゃんと回復含みながら倒していきます。はい、で火の火力でワンパンというかまあ2パンしていきます。で17階層です。17階層もノア使ってあげてください。ルーレットもロック目覚めも全く関係ないんですけど、タイムが遅くなるんですよね、ロック目覚めは。実はだからポルックスが圧倒的に当たりっすね。カストで引くとこのあと毎回ロック解除の演出が入るんでタイムがめっちゃ遅くなります。だからポルックスが大当たりでカストルは大外れって感じですね。ルーレットは別にいいんだけどね、時間かかるからね。のは使いましょう。そう、このロック解除の演出がうざい。まあ、それでもこうやってずらしていくだけです。はい、ワンパンしていきます。で続きまして19階層です。まあ、とは言っても、まあ、あと5階層6階層の話なんでめちゃくちゃ大きな差じゃないですね。7秒ぐらいの差かな多分。でここもずらしていきましょう。 OK。これでしっかりとまずは超根性まで殴ってあげてからノア使って倒していきます。はい、ノア使いましょう。でこれで倒していきます。はい、ワンパンしていきます。さあ続きまして20階層です。シンファはずらすだけですね、普通に。普通にずらすだけでワンパンしていきます。はい、超つなげし組んであげて倒していきます。これでワンパンしていきましょう。で21階層です。
ここはもうレシートにないと思うんで分かると思うんですけど、ノアずらすだけで普通にワンパンできます。はい、めっちゃ快適です。ここノアずらして倒せるの超良くない？ストレス全くないですね。これでしっかり倒してあげて、ラストボス階層行きましょう。はい、ここワンパンしてあげてボス階層です。でボスに関しては夜吹きがあるので、あ、火が来た場合はまずノアからのサメの魔人使いましょうか。はい、ノアからのサメの魔人使ってあげて、で最後に夜撃ちます。はい、これで終わりっていう感じの編成でした。もうこんな感じでね、バレンタインのはずらしてるだけでめっちゃ簡単に周回していけますし、すごい楽にねランク上げできるので、組める人はめっちゃおすすめな編成になっております。はい、まあ、ということで今回はですね、バレンタインノアを使って8分から9分ぐらいで裏シャラを周回する動画でした。経験値もね、一周 2.25 億ぐらいもらえます。十分美味しいので、ぜひ組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。